はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。KK でございます。お久しぶりの、ウルトラサンムーンの対戦実況でございますが、なんと今回、公式大会インターネット大会にね、トリックホリックの方に多参加しております。この大会、使用するポケモンが限られているんですが、なんと、毒ポケモンほとんど出れます。とか全部は出れないか。二度夫婦と出れなかったしな。ほとんど出ることができるんで、簡単に毒統一パが組めました。ということで、この6匹でいきたいと思います。参加する、できるポケモンを見た感じ、なんかドヒドとか、ヤミラミとか、その、受けが多か、ブラッキーとかね、受けのポケモンが多かったんで、毒クラゲの足棒水 Z か、とか、毒味がエンニュートで、ちょっと崩すっていうプレイングの方をやっていこうかなと思っております。やはり毒の天敵っつったら受けやら、まあそもそも毒ポケモンとかね、正直ベトン辛いんで、ベトベトン辛いんで、そこら辺ちょっと気をつけようかなと思っております。さあ当たりますでしょうか。ただいま土曜の昼でございます。さあ、間に合うのか。今日の動画トークは間に合うかどうかはね、僕のプレイング次第でございます。ほぼ寝起きで、喉もなかなか整っていない状況ですが、整いました！さあ、何も整ってませんが、喉は整いました。やっていきましょう。なかなか当たりません。悲しい仮想もんでございます。誰でもいいから当たりたい。ロックが今から、できましたそう、今ロックが終わったところでした。さあ、なんやかんやとトークで繋いでいきましたが、こんなトーク力僕にあったんでしょうか。いえ、奇跡でございます。戦っていきましょう。さあ、お相手、グレーオン、ブラッキー、やっぱ来ましたね。まあ、グレーオン、ブラッキーとね、まあ、来るのは予想済みなんで、この辺は、初手クラゲ安定してるな。そうだな。初手クラゲ安定してるんで、クラゲぶっ飛ばし、カラーの耳がいるから、やっぱゴルバチョフ必要。アゴちゃんがいるから、アゴちゃん僕タスキなんで、アゴちゃんを出すっていうのが正解かもしれませんが、このパターンだとアゴ出しはミスでしょう。アゴ出しじゃないな。ペンチャー玉なんだよね。水ジェットじゃないんだよね。久々の玉ペンちゃん使うわ。ベティでもありなんだよな、正直。いや、ベティはないか。うわぁ、エンニューとかアゴだな。どっち行く？まあ、正直、アゴ対策をするならば、タスキアーゴを使うべきなんで、アゴつきます。クラゲ、ゴルバチョフ、アーゴ4、この3匹でいきたいと思います。では、対戦よろしくお願いします。ということで、やっていきましょう。まあ、この大会、マーシャドウやダークライとかも登場するわけでして、マーシャドウの対策の方は、ゴルバチョフでなんとかなるといった感じでございます。ダークライは知らないんで、とりあえず、玉ペン入れときました。とりあえず、玉ペンで守るメガホンをしときゃ倒せるだろう理論で、ダークライはね、発射したいと思います。さあ、初手クラゲ来ましたということで、S には振ってないと思うんで、初手から、水 Z をぶちかわしたい気分なんですが、どうする？これ初手からもうぶっ放す？ちょっと裏考えよう。裏で受けるとしたら愚足武者でしょ？これ、小五風行った方がいいと思うんだけど、ここで自信ぶっ破されたらおしめなんで、ここはもう容赦なく、水 Z をぶちかますのが正解でしょう。守ってきたら守ってきたら戦いやすくなるんで、こっちですね。行きましょう。スーパーアクアトルネード。初手からぶっ放します。S には振ってない。まあ、振ってやってもいけるか。さあ、交代せずに守るせずに突っ込んできました。ここで決まるのが水 Z。綺麗にグレーオン落としていきましょうね。初手グレーオン来るのはなんとなく予想できてたんで。クラゲがぶっ刺さってるところで。スーパーアーケードレード、おーらードーン、あー気持ちいい気持ちいい。これぞ水ジェットクラゲの強いところ。
私は受けじゃないよ、攻めだよ。ってことで、お次のパケモン処理していきましょう。ミミッキュが来たら、まあ、足棒打って、熱湯打ってって感じかな。アゴ4が来ました。アゴ4。色違いであのボールということは控えめ確定なんで、まあ、スカーフとか？スカーフっぽいね。で、クラゲの役割正直まだブラッキー倒すのに必要なんですけど、もうここ切ってもいいね、全然。ここ風打って。ここ、ここ風打って切ってもいい。こっちの方が早い。待って。待って。待って、こっちの方が早いのは聞いてない。待って。ワルダクニ、いいよいいよ。こっちのが早いから。ここ、顎出し行ってもいいんだよね。いや、そうするとミミッキュに狩られるか。ここはもう、小五風連打行くか。そうだな、小五風連打行くしかないね。で、流星群耐えないよな、さすがに。さすがに流星群耐えないよな。Z だ、耐えるわけねえわ。Z は耐えましーん。さすがに Z は耐えましーん。で、この後の行動どうするかだよな。S は下がってる。S は下がってるから、流星群打つの怖いんだよな。ヘドウェで倒せるかな。C が上がるっしょ？これヘドウェで倒せない？倒せるよね、この HP やったらヘドウェで。アゴ4の火力を舐めちゃいけない、さすがに。さすがにこれはお舐めすぎるよね、ヘドウェ打たないのは。さすがにちょっと信じなさすぎるだよね。アーゴヤンの耐久力を。ここはもうちょっとヘドロウェーブで倒します。さすがに怖い。ここで悪巧みっていう手もあったんですけど、裏ミミッキュやったら鍵打ちでやられるんで、ヘドベで倒します。まあ、裏がミミッキュだったらもうアーゴヤンなんて引っ込めさせてゴルバチョフで、もうフエンフエンするけどね。そもそも。そもそもミミッキュだったらフエンフエンするから。ゴルバチョフで。ギルゲルドまずくない？まずい。まずい。待って。C 字段階上がってるよね。まずい。これまずい。ワルダクミ打つ暇ないよな。ラスカ鍵打ちだもんね。これ負けあるぞ、普通に。やけどしたら嬉しいんだけど、これ普通に負けある。文字当てる、まず。普通に負けあるぞ。弱やめて、弱やめて。オッケー、弱歩やめてくれてありがとう。身代わり。身代わりはありがたくない？身代わりはありがたい。文字当てろ、OK！ これいったっしょ。いったっしょ。身代わり使えない。食べ残しでもない。これはいったっしょ。これはいったっしょ。で、もしかしたら影打ちないかもしれないパターンがあるんで、もしかすると、もしかすると、文字連打、身代わり使ってるから鍵打ちない説あった！ありがとう、対戦ありがとうございました。よかった。はい、では第2試合目始めていきましょう。さあ、こうやって1600台ということで、この大会で1600台ってそこそこ高えよな。ということで戦っていきましょう。ドッヒーがいるんで、エンニュートは入れておきたいけど、他がぶっ刺さってねえな。どうする？もうクラゲでいっか。クラゲで足棒からの足棒でいくか。ってことで、これ初手クラゲでも全然ありなんだけど、
樹木さんがいるからどうしよっかなって感じだな。樹木さんいるからクラゲ初手は厳しいな。ペンちゃんとか言っちゃう？ペンちゃん？でも火炎が来たら、ああもう火炎きついな。火炎直帰とかだよね。わかんないけど、あ、Z か。直帰か、直帰か。どっちかぐらいでしょ。クラゲペンちゃんは確定だとして、初手どうするかだよな。どうしよっかな。ペンちゃん出したいけど、ゴルバチョフかな。ペンドラー、ゴルバチョフ、毒クラゲ。この3匹でいきましょっか。いや、これゴルバット刺さってない。さすがに刺さってなさすぎるんで、炎乳と、わかわかんない。対戦よろしくお願いします。なんで僕炎乳とを選択したんだろう、わかりませんが、戦っていきましょう。もう何戦かやってるんですけど、毒クラゲの刺さり方が尋常じゃない。毒クラゲが通るね、すんごい。もうペンドラーじゃなくて、ランドロスがいないからすんげー通る。フツロイド OK。OK なのか？S が霊族なんで、でもスカーフの可能性普通にあるんで、一旦守ります。スカーフの可能性あるんで。あ、突っ込んできた、突っ込んできた。スカーフの可能性普通にあるんでね。やられた！やられたー。これまずいなー。タスキだなぁ。やっちゃったなぁ。タスキウツロイドじゃん。これ完全にやっちまったよ。やっぱり守るは相手に一旦猶予を与えるクソ技だな、やっぱり。やっぱ守るいらねえや、ペンちゃん。あんたの守るいらねえわ。お疲れ。で、何入れたんだっけ僕は。クラゲと、炎乳とか。これクラゲじゃ S 抜かれてるから、炎乳と入れるっていうパターンはダメなんで、クラゲいきます。やっちゃってね。完全にやっちゃったな。まずいパターンだな。ネット打つか。最後パワージェドーン打たれて退場でしょ、ウツロイドは。で、CG 段階上がってるからだいぶ効くよな。まずいな、この展開。非常にまずいな。どうしよっかな。勝てるかな。もう相手の選出次第やな、結局は。もうガオガエンがいないことを祈るしかないか。火炎がいたらほんと無理だわ、この状態だと。何考えてんの。何もしないよ。引っ込めてありがとう。火炎電磁木大丈夫。あー大丈夫じゃない。こいつがスカーフっぽい。やけどしたけど。うわー、もうこやつがスカーフっぽい。どうしよう。すんげースカーフっぽいんだけど、この登場の仕方。ドロポンで倒せると思うけど、どうする。ドロポンで倒す、ドロポンで倒すか。絶対スカーフだよ。あ、スカーフじゃない、ドロポンが当たってく。ドド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 いいね、いいね。やっぱクラゲ刺さってんな。クラゲぶっ刺さりやないか。ドッヒー、ほら来た来た、ドッヒー。来ると思ってましたよ。あなたが来るのは分かってましたよ。あ、でもどうしよう。裏あれでしょ、うつろいでしょ。ここでドッヒー、足棒打つけど。
これクラゲ残しとかないと負けな気がする。ネットオッケーオッケー、ネット打ってきた。てことはやけど、やっべやっべ、待って、遠慮と交代いきます。クラゲは残しとかないと負けなんで、遠慮といきます。さあうちの人妻を見てくれ、美しいだろう。黒い切り、オッケー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 。でこれ身代わりから入るべきだよね。だよね、身代わりから入るべきだよ。身代わりから入ってネットを打たせて金縛りで縛らす、縛っていくプレイングが正解だよね。オッケー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 、これが正解。どうせネットしか攻撃技ないんで。さあ久々に人妻が暴れちゃうよー。うちの人妻がベッドの上で暴れちゃうよー。から縛り、さあ縛りプレイだーとひどいでに縛りプレイを要求した。さあ相手はネットを打てない。からの身代わり、身代わり、ここでうつろいど交換普通にあるからね。そう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 、うつろいど交換あるんで、身代わりで確実に一回耐えるように施しておき、で相手の攻撃を受けてもいいようにちゃんと残して、毒毒をぶち当てると。完璧。こういう時のための人妻だからね、ドッヒーが来ると思ってましたから。まあ、ペンちゃんちょっといろいろありましてお亡くなりになりましたが、うちの人妻が敵を打ってくれました。引っ込めていく、残念でしたね。ここでもうドヒドイでは機能停止しちゃいました。お疲れ様です。さあ毒ポケモンだからって毒が効かないと思うなよさああとはじわじわ削っていくだけ。うちは黒いヘドロで回復してるんで、身代わり打ち放題となっております。特にやることないんで、おばひでも打っとく。降参対戦ありがとうございました。